次は9番、中里康則議員。 どうも皆さんこんこにちは市民クラブ中里康則です過ぎた4月の統一自治体選挙におきまして市民の皆様の負託を受けこの長崎市議会において質問をさせていただく機会を与えていただきましたことにつきましてはこれを誇りに思うとともにその責任の重さに身が引き締まる 思い出ありますこれから先市民の皆様の思いに応えていけるよう精一杯努力をしてまいりたいと思いますそれでは質問通告に基づき質問をいたしますので市長並びに理事者の皆様の明快なご回答をよろしくお願いいたしますなお質問項目の3 公共施設マネジメントについて、括弧こ公共施設の利活用についての市民への説明及び問題意識の共有につきましては、時間がありましたら、自席から質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、1、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスの推進について、かっこ1、 民間企業に対する支援の基本姿勢についてです。本市は現在、第4次総合計画に基づいて、まちづくりが進められており、新しい長崎をみんなでつくっていこうと田植市長も、市政方針で述べられております。今日の急激な少子高齢化、 都市部への人口流出による人口減少や、経済の低成長による、それを低成長において、長崎市に活気を呼び戻し、そこに住む人を元気にし、笑顔を広げるためには、将来のビジョンを示して、計画的にその実現を図っていくことは、大変重要なことだと私も思います。 この取り組みについては広報などにその成果がいろいろ取り上げられていますが一方で課題もまだまだ山積していると思いますその一つに民間企業で働いているとりわけ年齢の若い人の地域活動への関わりが困難な状況にあるのではないかと思います まちづくりについては自治会をはじめとするいろんな立場の皆さんの関わりによって取り組まれていると思いますがそれが地域に住む人全体に広がっているかといえば私にはそのようには見えませんここへの手立てをどうするかが課題の一つではないでしょうか私はその解決策の一つに ワークラライフバランスを上げたいいと思いますこのワーク・ライフ・バランスは子育て介護の時間や家庭地域自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるようにするための取り組みで次世代育成支援を進める方策として示されています。 このようにワーク・ライフ・バランスは少子化対策の取り組みではありますがその一方、検証には就労による経済的自立が可能な社会健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会多様な働き方生き方が選択できる社会を 目指すべきであると謳われていますのでこれは民間企業に働く人が街づくりに関わるための条件づくりにとって大変有効な手立てではないかと思いますそこでお尋ねしますワークライフバランスについて民間企業の取り組みに対して現在どのような支援が行われているのか またこれから先どのような考えで支援していくのかその基本姿勢をお示しください次に括弧に市職員に対する取り組みについてです先ほどは民間企業のワークライフバランスについてお尋ねいたしましたが長崎市も職員を雇用している立場では事業主でありますから職員の ワークラライフバランスを推進すするることとが求められていると思い思ます町づくりの当事者としては民間に働く人だけでなく市職員も仕事の上からもまた地域の一員としても当事者になるものだと思いますそれならば市職員の働き方などその条件を整えなければ ままちづくりに関わるのは大変難しいいと思います指針には行政機関においても業務の効率化等により長時間労働の抑制を図るとともに男性の育児休業の取得や介護のための両立支援制度の活用の促進など率先して仕事と生活の調和に取り組むと明記されています。 ワークライフバランスが図られることで長時間労働が抑制され市職員がまちづくり活動の当事者になれたらそれは市長が目指す長崎市のまちづくりを大きく進めるものと思いますさらに安心して働くことのできる職場環境の実現によって職員にゆとりができるとしたら それは仕事面にも大きく反映され市民サービスの向上につながるものとも考えますそこでお尋ねします市職員のワーク・ライフ・バランス推進に関する取り組みについてどのように取り組んできたのかお答えをお願いします次に2教育環境整備について 学校の環境整備にに対すする基本的な考え方についてです学校の環境整備は児童・生徒が安全かつ快適に授業を受けられる環境を作るために行われるものでいわゆる、町務業務については平成26年度までは学校町務員と環境整備班によって行われてきました。しかしか 平成27年度からは行政改革によって環境整備班が廃止されこれまで環境整備班が行ってきた業務は民間委託することになりました環境整備班が廃止されたことで学校では今後の環境整備がこれまでどおり行われるのか大きな不安を抱いているということを耳にしますそこでお尋ねします 学校の不安を解消し、児童・生徒の安全で快適な環境整備をこれまでどおり実施するためにも、最低限の業務の指針を示したり、十分な予算配当を行うことが求められていると思いますが、今後の学校の環境整備を実施するにあたっての基本的な考え方について、ご答弁をお願いします。 次に、に学校設備のユニバーサルデザイン化についてです。現在、学校においてはバリアフリー対応に配慮して多目的トイレの設置や車椅子使用や避難所への対応としてのユニバーサルデザインの観点を踏まえたバリアフリー対策が進められていると伺っています。しかしか一方で 水道蛇口などの設備は古いデザインのものが数多く使用されており特に小学校低学年の力が弱い児童はそれをうまく使えずに苦労をしているということを校長先生の話として聞いたことがあります一つの例としてトイレの推薦があります学校 学校の大便器の水栓はレバーを操作して水を流すフラッシュバルブタイプのものが主流だと思いますその校長先生のお話だと小学校低学年の子どもたちは力が弱いためにレバーをうまく操作できなくて用を足した後に流せないままになっているということでした大人だったら苦もなく操作できる設備も力が弱い児童にとっては 使ううのにとととてても苦労をししいいるということですそこでですすそお尋ねします水道蛇口や水洗のレバー、扉の鍵など、それら設備を日常的に使用しているすべての児童・生徒が不自由なく操作できるユニバーサルデザインの観点の設備に変えていく考えはないのか、ご答弁をお願いします。次に 通学路の安全確保については地域の皆さんの協力のもと状態把握に努めるとともに登校時には交通指導を行っていると伺っています通学路の整備については児童が被害者となる交通事故が多発したことを受け 安全確保の充実を図っってていいるとも伺っています通学路の交通事故対策や交通指導などについては関係者の皆さんが日常的に取り組まれていることは私も存じてますし関係者の皆様には心より敬意を表したいと思います。一方で通学路の状態把握と そそのの対応にについいいててては、れれが十分に行われているのか、少し疑問を持っています。通学路の状態把握と対応については児童・生徒の身体に直接被害が及ぶような危険な状態に対しての対応はよくされていると思いますが緊急性が低い状態に対しては対応が鈍いように 思われます例えば雑草が生い茂っている通学路についてです私の地元の小榊小学校を例にとりますと来年度に小榊小学校は今の場所から港坂に移転することになっていますこの港坂の通学路ですが一部の区間ですが今の時期になると法面からの雑草や フェンスの外からの雑草が歩道を覆って、歩くスペースが狭くなります。さらに心配なのが、今大きな問題になっています。草むらに潜んでいるマダニに噛まれて、ウイルスによる感染症に感染する危険性が高くなるという、児童生徒の健康被害の拡大です。これから夏にかけて、さらに雑草が覆って、 歩けるスペースが狭くなりまた衣服も薄着になるのでマダニに噛まれる危険性も大きくなりますこのような通学路は他にもまだたくさんあるだろうと思いますがこういったところへの対応が不十分ではないかと私は強く感じますそこでお尋ねします通学路の安全対策や健康被害 対策のための整備について、どのように考えているのか、お答えをお願いします。以上、壇上からの質問は終わり、ご答弁をお聞きした上で、次席より再質問させていただきます。ありがとうございました。 市,長市民クラブ中里康則議員の質問にお答えしますまず一点目の仕事と生活の調和ワークライフバランスの推進についての括弧民間企業に対する支援の基本的姿勢についてお答えしますワークライフバランスとは国民一人一人が やりがいや充実感を持ちながら働き仕事上の責任を果たすとともに家庭や地域生活などにおいても子育て期中高年期といった人生の各段階各段階に応じて多様な生き方が選択実現できることと言われています長崎県では平成21年一人当たりの年間総労働時間が1927時間と全国で最も高くなったことから平成22年11月に労働者団体や経済団体 長崎労働局及び長崎県の計7社によるワークライフバランスの実現に向けた共同宣言長崎県7社宣言を採択し経営者と労働者の双方の取り組みを明確にしたプログラムを策定していますそのプログラムは企業側には休暇を取得しやすい環境づくりの推進を図るため休暇取得推進の担当者を置くなどまた労働者側には休日に有給休,休暇を加えて連続休暇を取得 取得することで家庭や地域に関わる時間や自己啓発の時間を増やそうというものですこの結果一定の改善が図られ年間総労働時間が平成25年には1799時間全国再開から全国25位まで改善をしましたまた長崎市では国や県の制度や支援の周知啓発を図るため長崎市労政だよりを発行し ホームページによる発信や関係機関などへの情報提供を行っており過去5年間で約300回の関連記事を掲載しています合わせてハローワーク OB 職員を雇用促進コーディネーターとして配置し各種雇用・労働環境などの相談に応じて的確なアドバイスを行い必要に応じて関係機関へ紹介するなどの対応を行っています そのほか、長崎市男女生き生き企業表彰の制度を設けており、過去7年間で12の事業所を表彰し、その取り組みを広く市民に紹介し、企業や市民の意識の醸成、動機づけを図っています。議員ご指摘の地域行事において30代、40代の労働者の参加が少ないという点につきまして、長崎市としましても、働く若い世代の方々の参加が大変重要であると考えています。 地域住民による話し合いの場作りへの支援などを通して地域行事などへのまちづくり活動参加しやすいような地域の土壌づくりを進めてまいりますまた企業のワークライフバランスの取り組みは企業そのものの生産性にも大きく貢献するものと考えており国や県の施策とも連動しながら今後とも周知啓発のみならず 地域活動に対する理解を企業に促すなど、さまざまな取り組みを強化していきたいと考えております。以上本段からの答弁といたします総務部長 ご質問の1点目、仕事と生活の調和、ワークライフバランスの推進についての括弧に、市職員に対する取り組みについてお答えいたします。職員が地域住民として、地域のさまざまな活動に参加することは、地域の実情や課題を知り、それに対応するため、自ら考え、行動するきっかけにつながり、その結果として、職員個々人の職員力を高め、それが長崎市役所全体の組織力の向上にもつながっていくものと考えております。 そのためこれまでも職員に対しましては自治会活動や消防団活動など地域活動への参加を働きかける取り組みを行ってきたところですまた職員が地域のまちづくりに参加するきっかけづくりとして各地域の活動を取材しそれぞれの団体が地域活動を行う上でヒントとなるような実践事例を調査する 地域活動調査研修を実施するとともに、町内法により実際に地域でまちづくり活動を行っている職員を紹介する取り組みなども行っているところです。一方、職員のワークライフバランス推進のための取り組みにつきましては、次世代育成の観点から策定した特定事業主行動計画におきましても、仕事と家庭生活などとの調和を図るため、 週休日等と組み合わせた連続休暇の取得をはじめとする、年次休暇の取得促進とともに、農産業での徹底や、週休日の振り替え、休日の大休日制度、時差勤務の積極的な活用などによる時間外勤務の縮減などについて、具体的な目標値を設定し、取り組んできたところです。 さらに今年度から平成31年度までの5年間を計画期間として策定した第2次特定事業主行動計画におきましてはこれまでの取り組みに加え業務運営や良好な職場環境づくりに向けて取られた行動についての適切な評価も実施するなど新たな取り組みも実践しながらより一層の職員の仕事と生活の調和いわゆるワーク・ライフ・バランスの推進を図っていくこと。 としております今後ともワークライフバランス推進の重要性は高まっていくものと考えておりますのでそのための職場環境の実現に向けてさまざまな取り組みを行ってまいりたいと考えております以上でございます教育長御質問の2点目教育環境整備についての括弧1学校の環境整備に対する基本的な考え方についてお答えいたします 学校施設の整備につきましては、建物の保全、延命化のために、年次計画的に行う大規模改修工事や、危険箇所の改修、緊急的な対応を行う初工事、緊急対応としての小規模修繕に加えまして、樹木剪定や即効清掃などの環境整備を行っており、児童・生徒の安全、安心な生活環境および健全な教育現場の確保に努めております。 このうち環境整備業務につきましては、学校独自ではできない環境整備作業を業者に委託することに加えまして、平成26年度までは、一般4人編成の3般体制で環境整備班を組織し、旧長崎市内の学校を巡回し、環境整備を行ってまいりました。この環境整備班は本年3月末で廃止し、その業務を業者に委託することといたしました。 平成27年度につきましては、樹木剪定、助走、速攻清掃など、学校が直接業者に発注できるよう、これまで環境整備班が実施していた業務量をもとに積算し、予算を確保したところでございます。また、実施にあたりましては、平成26年末に今後、環境整備を実施すべき箇所、また、PTA や地域の方々などの協力を得ながら、学校独自で行うものなのか、 業者に委託するものかといった実施主体、及び実施時期などを記載いたしました環境整備業務計画書を各学校から提出していただき、この計画書に基づき、教育委員会が実施状況の把握と進行管理を行っていくことといたしております。今後とも毎年、各学校からの業務計画書をもとに、学校現場の状況把握に努め、子どもたちが快適に、 学校生活を送れるよう、教育委員会と学校が連携を密にしながら、環境整備業務に取り組んでまいりたいと考えております。次に、2学校設備のユニバーサルデザインについてお答えいたします。学校施設は、児童・生徒が一日の大半を過ごす学習および生活の場であるだけではなく、地域の人々にとっては、防災拠点等としての役割も担っていることから、児童・生徒をはじめ、誰もが利用しやすいように、 ユニバーサルデザインの鑑定を踏まえた整備を行う必要があると認識しております。これまで校舎の新築や改築時などには多目的トイレの設置や内部の段差をなくすともなくすと,ともにエレベーターを設置するなどバリアフリーに対応した配慮した建築に進めているところでございます。例えば多目的トイレにつきましてはブースの扉を引き戸とし 手すりの設置やセンサーによる自動推薦の水道蛇口を設置しているところでございます。また、既存の学校施設につきましては、特に車椅子を使用する児童生徒が在籍する場合など、学校生活において支障が生じないよう、スロープや手すりの設置、トイレの様式化を図るとともに、エレベーターにつきましても、建物の状況などを勘案し、必要に応じて順次整備するなど、バリアフリー対策に努めているところでございます。 さらに、学校体育館が避難所となっているところが多いことから、平成24年度から計画的に避難所機能の充実を目的に、体育館のトイレの様式化を進めるとともに、障害者や高齢者にも使いやすいように、スロープや手すりの設置も併せて行っております。今後とも、学校設備につきましては、学校の要望等をお聞きしなら対応に努めるとともに、 学校の新築や改築時、および施設の内部解消などにおきましては、ユニバーサルデザインに配慮した設備の整備に努めてまいりたいと考えております。次に3、閣僚さ通学路の安全対策についてお答えいたします。通学路の安全対策につきましては、各学校において、日頃から子どもを守るネットワークをはじめとする地域の方々のご協力も得ながら、その状況把握に努めており、 改修等が必要な場所につきましては、関係機関や関係部局とも協議の上随時対応しております。また、登校時等におきましては、保護者、交通指導員、地域の方々のご,ご協力のもと、立証での交通指導を実施しております。通学路の整備につきましては、平成24年4月に児童が被害者となる交通事故が各地で相次いで発生したことから、教育委員会におきましては、県、市、 警察、学校などの関係機関と合同調査を実施し、その改善や対応策を講じてまいりました。その後も日常的に通学路の現状把握に努め、安全確保の充実を図ってきているところでございます。また、議員ご指摘の小坂木小学校の通学路につきましては、地域の方々のご協力を得ながら、関係部局とも連携し、警察となっている、えー 休憩者となっている通学路に対する安全対策や、草木の伐採、除草にも取り組んでいるところでございます。今後とも、関係部局との連携を図りながら、子どもの通学路の安全確保に努めてまいりたいと考えております。以上でございます9番、中田と泰典議員。一通りのご答弁、ありがとうございました。 それでは、順を追って再質問をさせていただきたいと思います。まず、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスの推進についての民間企業に対する支援の基本姿勢のことについて再質問をさせていただきます。田、ま、上市長が言う、全員プレイヤー型の町の考えが今、出されておりますけど、 その考えが出た時点でどういった人がプレーヤーになってもらうのかということはすでに一定想定をされていたと思いますそれは自治会だとか老人会もそうですしいろんな企業や NPO などいろんなグループを想定していたというふうに思いますそうだとしたらその中には 当然のこととして、まあ、民間で働く人たちも、まあ、想定していただろうというふうに思います。まあ、そういった人たちは、まあ、年齢的にも30代、40代の方がまあ多くいるわけで、まち、あ、づくりの最も中心になる人たちだと思っております。しかし、えー、まあ自治会の町内清掃とか、まあ、いろんなボランティア活動でもそうですけど、 どちらかというと年齢が若い人より年配の方の協力が多いように思います年齢が若い人は仕事の上でも中心的な立場にあって仕事で疲れきっていてたまの休みの日くらいゆっくりしたいとか自分のやりたいことをしたいとかそういったことを思っているのではないかと思います一つの資料としてですね 内閣府の男女共同参画局が今年2月に行った地域における女性の活躍に関する意識調査という調査結果があります。これはです、ね、47都道府県の各県ごとに年代別の男女合計500人ずつを選出して抽出してそれを対象に調査を行っていますけど その調査項目の中に、1週間あたりの就業時間、残業も含めた実際の労働時間は平均にどれくらいなのか、また、就業時間を短くできたら一番したいことは何かという項目があります。この調査結果におきまして、都道府県の中で、長崎県の調査結果ですけど、1週間あたりの就業時間については、50時間以上、 と回答した人は、全国でも多い方から数えて番目、8番目でした、8番目に多い数でしたで。また、就業時間を短くしたら一番したいことは何かという問いに対しては、休養、くつろぎと回答した人が35.8%、<laughs> 趣味、娯楽と回答した人が32.1%で、この2項目で全体の6割以上、 になっていますこれに対して、ボランティア活動、社会参加活動と回答したのは、1.2%という回答率でした。この結果からも分かるように、長崎県の労働時間は、一番ではないものの長時間労働の傾向にあるということ、そして多くの人は、自分の時間が取れたら、とにかく休みたいとか、 楽しみの時間に使いたいと思っている人が多いということが言えるのではないかと思います、えー、まあ企業で働く人たちに町づくりを一緒にやりましょうというのならばワーク・ライフ・バランスなどのまあ条件づくりをしないとえまあ市長が言うプレイヤーとして動けないということではないかというふうにあの思います、えー、まあ当事者が多い街は元気な街 全員プレイヤー型の街を目指すというのであれば、私は民間で働く人のワークライフバランスを図ることも大変重要なことだと思います、まあ、少子化の視点だけではなくて、街づくりへの参加を促す条件づくりという観点からも、ワークライフバランスを考えたらどうかと思いますが、いかがでしょうか。ご答弁があればお願いします商工部長 再質問にお答えいたします総労,働総,労働総労働時間が長い場合に、貴重な休日を体を休める、あるいは趣味に没頭するといった、どうしてもまあ自分や家族のために時間を優先的にお使いになるということは、すごく自然なことであるというふうに思います。しかしながら、そういうことになりますと、魅力あるまちづくりを進めるための地域行事等へ、ワークライフバランスで生み出される、 貴重な時間をですすね振り向けていいいいただく必要があううううかかというふうに思いますそういう観点から私ども、長崎市としましても、まちづくりの推進という観点から、ワーク・ライフ・バランスの取り組みを進めることとし、今後ともですね国や県、商工団体等との連携を強化し、企業経営者の方に対し、その重要性やメリット、こういったものをしっかり理解していただけるよう、周知啓発等に力を入れてまいりたいというふうに思います以上でございます。 九番、中田泰吾議員 <laughs>、はいえーあの。またこれもです、ね、一つの、まあ、アンケート調査の結果というのがです、ねまあ、あるんですけど、まあ、これはあのもうあの女性の転職情報、サイトの利用者というか、まあ、それを見ている方のアンケートですけど、 ま転職をするのに、まワークライフバランスを考慮するかというアンケートの結果としては、9割以上の人がやはり転職先の企業に対してワークライフバランスを希望するというようなことがですねあります。まこれが正確な傾向と言えるかどうかっては分かりませんけど、やはりまあ今は本当にあの働く人が 企業に対してまワークライフバランスを求めているということのまあ一つの傾向として見ること見えるんじゃないかなというふうに思っております。ま企業がですねま実際これは本当に企業が本気で本気を出してやらなければなかなかですねこのワークライフバランスというのは進まないというふうには思いますが一方で誰かがそれを 推進をする旗を振る、そういったことをしなければ進まないということもありますので、ここはですね自治体が積極的にワーク・ライフ・バランスを進めていく、そういったですね取り組みをぜひしていただきたいと思いますし、全員プレイヤー型の街を目指すと市長が言うのであれば、その趣旨を企業の皆さんにも、 もっと理解をしてもらって、協力を求めることも必要ではないかというふうに思っております。まあ、昨日もあの市長が出ているケーブルテレビの南電カフェで、市長がですね話をされているのをまあ再放送ですけど、見ましたけど、雇用の拡大に向けて、企業誘致や3つの課題をですね挙げてお話をされておりましたけど、やはり、 そこに雇用拡大をしていくということに対して、やっぱりそこの中身も、労働条件も大事だろうというふうに思います。やはりですね、これは今言っているのは、民間に働く人たちが地域活動に参加するということをメインにお話をさせてもらっておりますけど、雇用の拡大の観点からも、このワークライフバランスということは、 ぜひ進めていかなければならないと私は思っております。改めてこれに対してまた何かご答弁があればよろしくお願いしたいと思いますが、はい市長、中里議員の再質問にお答えいたします。あのワークライフバランスあの今お話あのになった雇用の面がまあ働く条件。 のいいい会社って言いますか働きたい会社、働きたい企業を増やしていくという意味でも非常に大事な要素だと思いますしまた一方であの当初からお話しされているその地域活動をはじめとしたいろんなあの社会参加活動に、えー、していく。あの 参加していくためにも必要だと両面からあのおっしゃるように必要だというふうに思っています。その中で、あのまあ、若い世代の皆さん30代40代ちょうどあの仕事も忙しいでしょうし。それからあの子育てにも忙しい年代ということで、なかなか地域活動に参加できないというのは実態としてあると思います。一方で。あの。 市民意識調査今年の初めに行われた市民意識調査などを見ますと市民全体の数字としてですけれどもかなり高い割合で皆さんが何らかその地域に参加する活動をやってみたいという思いは持っているしかし実際にやっている人は非常に少ないという状況もあります。そういうういい中で今進めようとしているのは 地域全体が自治会は自治会活動だけということではなくて、PTA 活動も、老人会活動も、あるいはさまざまな育成協であったり、民生委員さんであったり、企業活動であったり、さまざまな皆さんが一堂に会する形の活動にしていく中で、例えば PTA の若い皆さんが地域活動にも参加するようになるといったような事例というのは、長崎の中でもかなり増えてきております。そそううういいいい意味でではっった場を増やややすすす活動しし参加しやすいちょっとだだけけきる時間だけ参加する するといったような形の参加の仕方なども含めたあの参加しやすい形を作っていく地域に作っていくということも大事だろうというふうに思っておりますあのそういったものもあのそういった動き、えー、地域全体でみんなで地域を良くしていこうという動きを、えー、少しずつ長崎市内の中に増やしていくことで若い皆さんがあのいつもいつもではないかもしれないけれども参加できるときに参加するといったそういった機会も増やしていきたいというふうに思っております以上です 9番中田と康典議員市長からの答弁本当にありがとうございます、えー、私もです、ね、あの第4次総合計画とか、まあ、いろいろまちづくりの計画を読まさせていただいたときに、最初はあの誰が一体やるんだろうというふうな印象を持ったのが第一印象でした、そこに本当に働く人とか、地域に住んでいる人が関わるというところがです、ねまあ、正直、えー、見えませんでした。し、まあ、しかし 今の市長の答弁、またこれまでのいろんな代表質問に向けての,その答弁とかで、少しずつ市長の思いというのがですねまあ見えてきました、ぜひですねあの本当はあのいろんな方があの仕事だけに追われるんではなくて、まずは生活にゆとりを持つ、そしてそのゆとりの中から地域活動にも参加をしていく。それがまた引いては 仕事の上でも生産性の向上につながる、そういったことにですね好循環になるようなですね取り組みとして、このワーク・ライフ・バランスということをですね考えていただければなということを要望としておきたいというふうに思います。次に、市職員に対する取り組みについてです。今、長崎市は行政改革をずっとやってきておりまして、 市役所に働く職員の数および人件費というのが削減をされておりまして、平成27年度では正規職員が3098人まで削減されているというふうに聞いています。これについては、業務の民間委託や事務の効率化、職員の適正配置で、職員の負担増にならないようにしているということも聞いてはおります。ししかし一方で 職員の実感としては、負担の軽減になっているとは思えないという声もですね一部では聞かれます。今の業務量に対して、職員は相当に疲弊しているんじゃないかというふうに思います。また、メンタル疾患、いわゆるそのメンタルヘルスに対しての,その病気のことですけど、長期で休んでいる職員数は、業務との因果関係が あるかどうか、ということは、まあ、考え方が分かれるかと思いますが、まあ、平成二十二年度から平成二十六年度までの間は、だいたい同程度の人数が長期に休んでいる。その数で推移をしている、というふうになっています。この人数についても、まあ、いろんな分析があるかと思いますけど、まあ、人数について減ってはいないということは。 これまで行政改革で職員の数をずっと減らしてきて、またこれからも減らすということは言われておりますけど、職員の負担増になっていないのかどうか、働き方、そういったことを改めて検証していく必要もあるんではないかというふうに私は思います。これは国の取りり組みになりますけど 仕事と生活の調和推進のための行動指針というのがありますがその中で労働者の健康を確保し安心して働くことのできる職場環境を実現するためにメンタルヘルス対策を推進するということになっています市職員にも地域の一員としてですねまちづくりの当事者になってもらおうということであればその条件づくりとしてワークライフバランスを図って メンタルヘルス対策も推進をし安心して働くことができる職場環境を実現する必要があるというふうに思いますそしてこのことはですね本来業務にも大きく反映してくると市民サービスの向上にもつながるものだと私は思います年次休暇の取得促進とか時間外勤務の縮減などに取り組んでいるということですが 職員1人当たりの業務量に目を向けてそれを軽減しなければ職員の疲労感はなくならないしまちづくりの当事者になるための条件が整わなくてはまちづくりに参加するのが難しいのではないかというふうに思います職員の負担軽減メンタルヘルス対策そしてその延長線上でのまちづくり当事者になるための条件づくりの観点から ワークライフバランスをまあ推進をするという考えはないのかご答弁をお願いします。総務部長 <laughs> 再質問にお答えいたします。銀、え、行、ー、指摘の通り長崎市におきましてはこれまで。 数字にわたり行政改革に取り組んできております。特にあの今の業隔プランの前まではですね、あの主に量の改革というか、基本的に業務を見直す中で職員の見直し。 配置の見直しを行ってきたとというところであります現在の業獲プランにおいては、この量の改革に加えまして、質の改革、仕事のやり方の見直しであったりとか、あるいは市民の皆さんとの共同による業務の改善とか、そういった改革にも取り組んでいるところでございます。今後につきましても、長崎市の現在の置かれた行財政状況、将来にわたって安定した行財政の運営を行うためには、やはり継続的な行財政 改革というのは、これは必要だというふうに考えておりますが、一定、これまでの量の改革を踏まえた検証もご指摘のとおり、やっぱり必要になるかというふうに思っております。 一方で、本棚でも答弁したように、職員がまちづくりの当事者となって、地域の中でまちづくり活動に積極的に携わるというような環境を作り出すことも必要なことでございますので、そのことも勘案した職員のワークライフバランスの推進について、今後とも取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上でございます9番中田と典議員 本当に市の職員というのは本当、真面目に働いているというふうに思います。与えられた仕事をきちんと仕上げるために、本当に精の精一杯頑張って働いていると思うんですけど、頑張って働いたら、まだできるんじゃないかということで、さらに仕事が増えると、そんな悪循環に陥っているんではないかということもです、ね、少し感じるんですが、職員が地域活動に参加をして、 地域の実情を知って、地域活動に参加できるようにする条件を作るまそういったことをです、ね、ぜひ、条件作りをしていただきたいと思いますし、本当のそのためにも、市の職員の今の働き方を検証して、見直し、ワークライフバランスを図って、長時間労働を抑制し、ゆとりある生活の実現を図っていただきたいというふうに思っております。 やはりあの職員の皆さんは本当はあの市民あの市民生活市民サービスの向上というところで働いていると思うんですけど、やはりそれができる環境づくりともですね一方で目を配っていただきたいというふうに思っております。これはまあ要望にしておきたいと思います。次にですね学校環境整備の環境整備に対するまあ基本的な考え方ですけど。 これについては、当初、環境整備班というのは9班あったんですけど、それが平成26年度の時点では3班まで減少していると、こ今年平成27年度のからは、この環境整備班の業務が委託をされるということになるんですけど、その一つの,その学校の環境整備の基準というのがですね、 平成26年度が一つの基準になって、環境整備計画がま立てられていると思うんですが、えー、ま環境整備案ができた頃の20年前、25年前と比較をすると、私は明らかにこの環境整備業務の量というのはです、ね、減っているというふうに感じます、これはま私がそういう仕事をしてきた関係上ですね、あのそういうふうに感じます。 しかし残念ながらそのデータがないということで、すね比較ができません、学校としてはやはり、その少なくなった交代をした基準で、今後、計画を立ててです、ね、環境整備をやっていくわけですけど、これがさらに予算がないとかいうことで、交代をするとなるとです、ね、本当に学校の環境整備というのが荒れてくるというふうに思います。 行政改革によって市民サービスの低下はさせないないということが言われてますけど特に学校の環境整備の場合その影響を受けるのは児童生徒ですからその業革によって児童生徒に影響がないように学校の不安を十分理解した上えで今後です、ね、この環境整備 を行っていただきたいというふうに思いますが改めてその考え方をお示しいただきたいと思います教育長再質問にお答えいたします学校,学校の環境整備につきましては御指摘の通り今年度から学校が直接助走選定などの業務を発注できるように学校の方に予算を配当しているところ ですそういうことで、えー、特にあの学校長がこれまで以上に環境整備にも目を配りまして、予算を有効に活用してもらうよう、えー、た 度々指導も行っていいるところでございますまた、今後は各学校から毎年提出されます環境整備、業務計画に基づきまして、実施状況を定期的に把握するなど、学校との連携を密にして環境整備を行っていくこととしておりますが、児童・生徒が安全に、そして安心して学校生活が送れますよう、必要な環境整備に努めていきたいと考えておりまますす以上でございます9番、中田と哉憲議員。 学校としてはです、ね、本当に不安に思っているわけですよ、ね、今までできていたことができなくなるんじゃないかということがです、ね、一番の大きな不安です、やはりその不安をです、ね、払拭するためにもです、ね、ぜひです、ね、本当、学校の方に対しても、最低でもこれだけの環境整備をやってもらいたいというようなことを、ね、示していただきたいと思いますし、やはり学校が必要だというように、要望があれば、その予算はです、ね、ぜひ確保をしていただきたいというふうに。 思っておりますので、そこはあの強く要望しておきたいというふうに思います。その次にですね、学校説明のユニバーサルデザイン化です。まあこの学校のユニバーサルデザイン化につきましては、まああの避難所とか障害者、高齢者にも使いやすい一節と避難所に対応した。 施設ということで、バリアフリー対策ということがまあ進められているというふうにお話が、答弁ありましたけど、私が今、強くお話をしているのは、日常的にですねその設備を使う子どもたちが、不自由なく使えるような設備に変えられないのかということです。新しく建てられた学校では、なんか聞いたところによりますと、 自動の水洗蛇口がついているというようなことも伺っておりますけど、まあ、ほとんどはです、ね、古いままです、えー、ちなみに一つの、これも一つの例ですけど、まあ、あのよくあの学校では水道の蛇口が出しっぱなしで水が止まってないというようなことが話がされますけど、閉、えー、め忘れなのか、それとも閉めようとしたけど、最後まで閉められなかったのか、2つあるかと思うんですよ。でちなみにここの のですねこの議会等のトイレでもまあ学校に使っている設備と同じ蛇口があるんですけどえつい先日そこから水が漏れたままのが2回ほど見ました多分、湿ったつもりででも十分湿ってなかったんだろうかなと思うんですよねで大人でもですねそういったことがあるんですけど子どもならなおさらあのそういった湿めたいけど湿られないというようなことがあるかと思うんですよねでこれは なかなか大人の感覚じゃわからないところなんですよね、ですから、そういう視点を持ってです、ね、学校の設備を見直していくということも必要なんじゃないかなと、そういった意味合いで,です、ね、私はそのバリアユニバーサルデザインという言葉を使ってです、ね、お話をさせていただいているんですけど、やはりあの、 そういう新しい新しいというか、やっぱり今まで気づかなかったことを聞いたら、やはりそこで,で、やっぱり学校設備もですねなかなか簡単に新しい学校を建てるということはできませんから、今ある設備を良くしていくというような観点で,で、ユニバーサルデザインの観点での設備に変えていく、そういった考え方がないのか、もう一回考え方があれば、お答えをお願いしたいと思います。教育長 はい、再質問にお答えいたします学校現場で困りごとがあったとき、今言われたように、子どもさんたちが困っている状況があったときにつきましては、ご相談のたびに、えー、どういう方法があるか、えー、協議をさせていただいております。えー、確かにあの、設備についてはどういうものがあるかというのは、他都市の状況、あるいはさまざまな設備を研究する必要があると思っておりますので、えー、今後とも学校の先生方と十分協議を行いながら、設備の改善についても努力してまいりたいと思います以上でございます。 9番中田と安議員ぜひですねあの、学校設備についても、目を配っていただいて、子どもたちが不自由なあの学校生活を送らないように、えー、していただきたいというふうに思います、えー。次にですね、学校の通学路の安全対策についてです。えー、これはもう皆さんもお目にしたかと思うんですけど、6月19日付の西日本新聞の記事で、 マダニの感染が九州では突出しているというような記事があったと思いますまマダニがですね、媒介をするウイルスによって感染症に感染をするということですけどま九州7県に拡大をしていてまその数の累計が57人死亡者が18人に上っていると長崎県では 7人が感染をして2人が死亡しているというのが新聞記事でしたけどこの感染症というのがマダニに噛まれても発症は稀だということですがまだその治療薬がないということで致死率が高いということですねそこだったところが怖いところだというふうに言われていますこの感染症を引き起こすウイルスウイルスを媒介するこのマダニというのが主に 草むらとか、まあ、山林に生息をするということで、えーまあ、とにかくこれから身を守るには、まあ、噛まれないようにするのが一番だということです、えーまあ、先ほどまあ壇上でも言いましたけど、まあ、通,学路通学路の中には雑草に覆われたところとかですね、まあ、通学路のすぐ,にすぐそばに草むらがあるところとかですね中にはまあ石垣があって、まあ、そこに 草が、雑草がたくさん生えている、まあ、そういったところが、えー、通学路の中にはたくさんあるんだろうというふうに思います。で、まあ、これもまあニュースで、ニュースとかテレビの番組でも言ってますけど、マダニというのは近くを通ったらあの人間の体温を感知して飛びついてくるということですから、えー、子どもさんたちが登校するときに、その近くを通ったときにですね、えー、飛びついてくる、まあ、そこで、えー 噛まれるるととといううこがあか思んですでなかなか今までこれは、まあ、の原因不明ということであの認識がなかったと思うんですが、今、こうやってはっきり、まあ、ど何が原因かというのが分かったということであればです、ね、やはりその通学路の安全対策ということをです、ねえー、本当に真剣に考えなければならないというふうに思っていますが、まあ、そこら辺はいかがお考えでしょうか。教育 はい、再質問にお答えいたします。 マダニは主に草むらや山林に生息しており、軽装になる夏場は特に注意が必要だということで報道されております。通学路の除草につきましては、各学校において、地域の方々の協力を得ながら行われている場合が多く、教育委員会といたしましても、必要に応じ、関係部局と連携しながら対応をさせていただいております。特特ににに7月月月もう6月から始まままっってておおりりりすすが子どもを守るネットトワーークのの調月間となっておりますのでパトロールにより の必要性をはじめ通学路の不具合などの情報もまた新たに地域で把握されるものと存じ上げておりますそのような情報を踏まえまして必要に応じ助走を含め通学路の安全確保には努めてまいりたいと思っているところでございます以上でございます9番中里康則議員はい、ぜひそのようにですね取り組んでいただきたいというふうに思います残り時間わずかですけど公共施設マネジメントの公共施設の利活用について のまあ市民への説明及びまあ問題意識の共有について質問させていただきたいと思います。今あのまあ本市では長崎市公共施設マネジメント計画をまあ策定をしてまあそういった諸課題をの解決を図ろうとまあしているとおしていると思いますが、まあ今のその公共施設の約半数が建築後まあ30年以上経過してまあ老朽化をしていると。 えーまあ、厳しい財政状況の中では、えー、施設の更新が十分に行えない状況も考えられるということで、えーまあ、今、公共施設マネジメントをまあ導入をするとしていますが、えー、平成27年度はまあその5段階のステップのうち、えー、ステップ3、あ地区別計画の策定を完了させ、ステップ4、施設別計画の策定を行い、ステップ5、 地区別計画と施設別計画を実行に移すとなっていますが、私の地元のことでまた申し訳ありませんが、小坂木地区には西工場の新西工場の建設と小坂木小学校の移転というのがですね今進められております。地域の皆さんは本当これを大きな関心を持って見守っているということです。どのののののようにに市民の皆さささんに説明ががれれてていいるるかか問題意識の共有がされているのか その進められている状況について答弁があれば答弁をお願いしたいと思います政策官3点目の公共施設マネジメントについての括弧一、公共施設の利活用についての市民への説明及び問題意識の共有についてお答えいたしますまあこのマネジメントを進めるにあたりましては市民の理解が非常に重要だと思います これまでも広報長崎や市民シンポジウムの開催などに努めたところでございます。議員ご指摘の小坂木小学校、西工場につきましても、えーまあ、協議をさせていただく、あるいは検討中の状況についても、順次、えー、お示しし、進めていきたいと思っております。いいずれにいたしましまても、えーまあ、公共施設マネジメントの取り組みは 市民生活に密接に関わってくるだことだと思っております。議会も適宜ご報告させていただきながら、住民の皆様との合意形成を図りながら推進してまいりたいと存じます。以上でございます。夕番中田と安野入議員。はい。本、え、当、ー、あの公共施設っていうのはその地域にあるもの、特にあのまあ学校とか。 あ本当にその地域の方たちが日常的に使っている施設というのはですね、ま地域の皆さんも強い思い入れがありますから、簡単にこれがなくなるということになるとですね、まそれはまたそれでいろんなあの不満が紛失をしてくると思います。ただ、まこの長崎市の厳しい財政状況というのを考えれば、まそういった計画を持ってですね、あのまあ施設を維持していくということもまた一方で必要なのかなということも。 理解をしますただやはり、地域の皆さんの理解が得られないままに、そういったものをです、ね、進めることがないようにです、ね、十分意見の集約、そういったことをです、ね、していただきたいということを最後に申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました本日の施政一般質問はこの程度にとどめ、6月29日午前10時から本会議を開き、施政一般質問を続行いたします。 本日はこれをもって参加いたします。お疲れ様でした。